福田さん、決勝戦終わりましたけれども、今回にかける思いというのはどうでした？戦える準備ができたかなというところですか。まあ、新田さんや松井さんの抵抗が、ね、予想される分、ああいう仕掛けでしたけど。そうですね、しっかり自分の力を出したと思います。本当にこの今回で手応えをつかんだり、やっぱり難関がこう前進するぞというような、意識が強かったのかなと感じてますよ。まあ、そうですね、みんな気合も入ってましたし、みんなで力を合わせて戦ったっていう感触がありますね。平塚ダービー難関から優勝者出せそうですか。そうですね、自分もその中にしっかり入れる頑張りたいと思います。熱いレースでした。ありがとう。ありがとうございました。